マウスピースを忘れてしまったっていうこと。本当ですか本当本当。やばくないですかやばかったもん。大丈夫でしたかって聞いと大丈夫でしたよ。もう、やばいと思って、だからもう必死でしたよ。避けるの。避けるのってか、防御に。はい。まあ、なんとか怪我なく終わりましたけど。それって、いつ気づいたんですかマウスピース入ってないって。いや、気づいたってか、もう持ってきたのを忘れてた。ああ。やばと思って。 途中、その、スパー前に、マスピース忘れました、なんて言って、じゃあ今日やめましょう、なんてことになるのがすごい嫌だったから、マスピース、もう、あの、してるふりしてました。<laughs> 何ラウンドやりましたかえ、何ラウンドだったっけなまだね、井上選手がまだライトフライとか、フライ、バンタムじゃない時だから、4ラウンドとかだったかなうあもうちょっと記憶が微妙です。はい、ライトフ井上直弥がライトフライで。ライトフライか、あ、ライトフライから、フライやってないから、バンタムに上げる前とかだった。